本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、ワンピースカード開けさせていただきたいと思います。未開封1ボックス開けます。ワンピースカードゲームロマンスドーンが発売されました。正直こちら開けようか迷っております。今めちゃくちゃ人気で超品薄です。税込みで4752円なんですけども、 Amazon で約1万円で売ってます。しかも到着するまで1ヶ月もかかったんですよ。やばいよね。今これが欲しかったら店頭で見つけない限りはもう3つ買えるぐらいの金額を積まないと買えない、そんなところで悩んでおりましたが、開けます。こちらは発売日が7月22日なんですけども、その少し前、7月8日、スタートデッキというものが発売されました。もうすでに4つ買っておりまして、開封しております。こちら1個約990円。こちらも2枚ぐらい上がっております。早く買ってよかった。Amazon 限定、スタートデッキ、ストレージボックスセット、4つのスタートデッキと、ボックス付きですね。こう開けまして、カードがたんまりと入っております。3602円で買いました。しかし、Amazon で同じものを買うとすると、1万円ぐらいかかってしまいます。いや、買っといてよかった。こんなに上がるんだね。ちなみにこれを1個買えば、1セットカード51枚。このカードだけ買っても対戦はできません。プレイシートというものがありまして、必要なんですよ。もうすぐワンピースカードやりたいって方は、どれか1個買うことによって、まあ、2人対戦は必須なんで、自分用と相手用2つ買って、たら戦いすぐできます。ワンピースのフィギュアがたくさん並んでおります。監督ですね、こちらに入っているカードをある程度いろいろ調べておりまして、今回この映っているキャラクターたちはですね、特に欲しいなというキャラクターたちを今集めております。軽く見ていきましょうか。まず欲しいのがこのトイプードルナビ、違う、ナミさん、キャロット、ミホーク、ハンコック、オデン、チョッパー、ウルティ、ロビン、ルフィ、ペローナ、バルトロメオ、マルコ。他にも欲しいカードいっぱいあるんですけども、どうせやだったら、なんだ、やめて、ガン担ぎも含めて、勢ぞろいさせて、欲しいカードを狙っていきたいと思います。いや、開けちゃいますか。これ売れば1万円入るんですけども、プレイ動画を見たんですけども、周りにですね、ワンピースを、カードをやっている方がですね、一人もいないんですよ。いや、どうしようかな。ツイッターもね、このフィギュアチャンネルっていうのを作ったんですけども、フォロワーが全然増えなくなって、どういうこと？はい、というわけで、開けさせていただきました。めっちゃ入ってる！ 5000 円ぐらいしましたからね。なんでこれ色違うんだって言いますと、ボックス購入特典パックというものが入っております。先にこれを開けていきたいと思います。調べたところ、キャベンディッシュ、ネコマムシ、イヌアラ、アルビダ、ペローナ、フーズフー、というわけで、この6種類の中、パラレルカードというわけで、この中に入っているキャラクターのイラスト違いが入っております。先に言いますと、監督今、シャボンディショと2年後にまた会おうぜっていうところでアニメを今、途中止めております。なので、今やってるワンクリ編とか全然キャラクター、6種で言いますと、アルビダとペローナです。ペローナがいるというわけでですね、このペローナさん、ホロ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 っていうですね、お化けを出す、ペローナを出していきたいなと思っております。カード切るのは大事。第1陣、言います。でん、キャベンディッシュ、イケメン、キャベンディッシュ。で、裏はこのような形となっております。ロマンスドーンというワンピースカードの第1弾です。この後第2弾、第3弾、第4弾とですね、続々と出てくるかと思いますが、この記念すべき第1弾です。まあ、監督もね、今も発売しているポケモンカード第1弾世代だったんで、久しぶりにこういうね、カードを開封します。監督もそんなお金持ちじゃないので、多分この第1弾を買うのはこれっきりだと思います。欲しいカードがあれば単体で揃えていいかなというわけでですね、1パック198円、6枚です。6枚入ってますが、同カードが入ってますので、まあ、実質5種類のイラストが書かれたものが入っております。1ボックス24パック入っております。この第1弾に関しては121種類のカードが入っております。で、この1ボックス144です。ですが基本は被ってくるので、1つのボックスで買っても全部揃うことは 100% ないですね。またちょっと種類がありまして、特にシャンクスのシークレットパラレル、約20カートンに1枚しか入っていないと噂されているシークレットパラレルのシャンクスがですね、出たら10万円です。シャンクスが出たらやべえぞと。監督はです、カード自体の強さ関係なく欲しいなと思うキャラクターはですね、まずおたまとはモモノスケ。ちなみにこの辺、ワノ国編なんで、キャラクターとしては全然監督知らない。ウルティ。これはリペイント版のフィギュアでーす。オアハンコック。ヤマト。ヤマトのフィギュア持ってません。ウタ。主人公のルフィ。ジンベイ。フィギュア持ってません。ミホーク。これいいよ、ミホーク。ボンちゃん。ボンちゃん持ってません。マルコ。いや、いいね。まだキャラクター知らないけども、なんか好きになりそうなキャラクター。バルトロメオ。あとは、クマのベポ。ベポ持ってません。チョッパー欲しい。麦わらの海賊団はね、もう基本全員欲しいね。ナミさん。ロビン。まだアニメに出てきてませんが、おでん。ドドン。この
1ボックスでできるだけ多くゲットしていきたいなと思います。他にもですね、カードのイラストがかっこいい京四郎、これ欲しいよね。ドフラミンゴ、ドンカードのパラレル、今監督がアニメで止まっている2年後にシャボンディ諸島で会おうのカードが欲しいですね。というわけでここからですね、どん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 と開けていきたいなと思っております。カード開封が初めてのものですが、よろしくお願いします。こちらですね、これどうやって開けるんだ。ちょっと1個目はゆっくり開けていきますね。さあ最初誰が出るのでしょうか。ボン、おお、いいですね。キャロット来ました。キャロットもですね、監督アニメでまだ見てないんですけども、絶対いいキャラクターだよ。キャロットありがとうございます。続きまして、デン、誰、初期の頃出てきたキャラクター的ね。次行こう。あ、ドン、ペンギン、まあ、知らないんですけども、なんかこのカードで名前を覚えました。ペンギン、はい、ドン、おきたー、いいね。お玉は欲しかった、絶対。お玉ありがとうございます。幸先いいね。欲しいカードどんどん出てきたよ。でん、ゴーマの層、これは知らないな。でん、おきく、あ、おきくのフィギュア持ったな。でん、あ、ドーンカードです。これが毎回固定ですね。こちらとなっております。個人的嬉しいカードが、キャロットとおたまちゃん、この2枚、ありがとうございます。次行きましょう。サクサク行きましょう。これ24パックあるからね、これ。どんどん行こうか。はい、次、でで、すいません知らないんで、次行きましょう。はい、ドン、スピード、これおたまちゃんですね。でん、お、猫マムシ、なんか名前だけ知ってるけどもキャラクター知らないっていう。ドン、黒ずみのオロチ、知らないキャラクターはもうさっさと次。でん、お、ブルック、知ってますよ。麦わらの一味のメンバー。でん、おお、ジンベイ、しかもレアですね。ジンベイのレア出ました、ありがとうございます。ジンベイのフィギュア買いたいけど高いんだよ。で、ドンカード、次行きましょう。お、マルコ来た。マルコかっこいいぞ。当たりでございます。次、でん、袋くじゅ。でん、人造悪魔の実。でん、お、来たー、おでん、キャラクターカードですか。ちなみにこのフィギュアめちゃくちゃ重量感があっておすすめなフィギュアとなっております。でん、おー、ウルティ、いいよ。どん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 と紹介できるぞ。フィギュアも頭ずつきする。で、ドンカード、今回ちょっと豊作ですね。マルコ、おでん、ウルティ、ありがとうございます。4パック目、いやこれ面白いな。でん、あ、ミスダブルフィンガー、波と戦ったキャラクターですね。でん、でん、かぶりましたね。ペンギン。じゃあ、ペンギンじゃない。シャツだ。え、ちょっと違うけども、多分これ二人で行動するキャラクターだと。ああ、もう、アーロン、ナミトのね、イラストかっこいいな。この感じですかっこいい。次。でん、小紫、よし、小紫。和服いいよね。浴衣いいよね。和服が着れる世界にしてほしい。次。お、クマ。個人的にすごい当たりですね。グッとしてドンカード。で、まだかぶってないんじゃない？はい、次、5パック目。でん、おもちゃ。はい、次。これは技名ですね。次、おつるさん、待ってくんのか。でん、お、きたー、かっこいいカード来た。イラストがめちゃくちゃかっこいいと言ってた京四郎、見てこのイラストかっこいいな。これ当たりです。まあ、次、はい、砂の人、砂漠のデザートバーだ。サソリ、ダメだ、釣れた。次、レアかな。でん、おー、知ってるよ、体型やばいよね。で、カードとなっております。当たり枠としては、イラストがかっこいい京四郎が、ね、6パックでした。でん、ワノ国編です。いや、まだ被ってないね。次、でん、小町よ、お玉乗ってるね、上にね。お玉ちょっと乗って、ウラジマ、はい、お、フランキー、キャラクターカード来ました。麦わらの一味フランキー、やフランキーのエピソードね、結構泣けますね、個人的に。当たり、はい、おお、ミスタースリー、やミスタースリーも好き。ミスタースリーは当たりです。レアの可能性があるキャラカードです。はい、おお、ロビンさん、ありがとうございます。ニコロビン来ました、ありがとうございます。かっこいいよね、ドンカード、はい、フランキー、ミスタースリー、ロビン、めちゃくちゃキラキラのカード欲しいな。でん、次、おでん、俺の侍になれ、俺はお前らがいい。ワイヤー、よし、雷蔵、ワノ国です。次、お、ローだっけ、あ、トラファルガーロー、よし、キャラクターカード。でん、パンク・ギルソン、キットの技カードですね。そしてドンとなっております。じゃあいきます。はい、どうも、サイってこと。あ、なんかこの子結構人気って言うんですけど、続いて、でん、スマイリー。でん、これ忍ぶ男かもなんか分かんないんですけど、はい、おー、来たー、シャボンディ、2年後にシャボンディ諸島で会おう。いや、これほんと名シーンだよね。ちなみに監督ですね、このなぜこのシャボンディ編で止めてるのかと言いますと、今この YouTube 動画ですね、今20分ぐらいストックがあるんですけども、それを倒してから見ようというです。じゃないともう YouTube 動画全然編集しないんでね。これは欲しかった。よし、編集頑張ろう。次、どうかっこいいな。人斬りかまぞー。ワノ国編ですね。はい。わー、来たか。来たか。月光モニア、まあ、キャラクターとしてもめちゃくちゃ嫌いなんだけどさ。なんか笑い方とか癖の強さはいいよね。で、ドンカール。え、今、ホールデム。
はい、こちらベラミ。ベラミは嫌い。ハイルディ。分かったか。はい。ジャンバール。ああ出てきた。はい。ああこいつも出てきた。ミスターワン。次。おお。シャンクス。あのね、10万円じゃないけども、超レアですね、これ。シャンクス。相場見ていい？売る気は全く持ってございませんけども、メーカーで言うと3000円ぐらい取引されてますね。で、ドンカードと、シークレットレア。ワンカートンで多分4枚だから、もうかなりレアですね。ありがとうございます。行きましょう。はい。おー、バルトロメオ来たー。なんか、ルフィを親分っていうキャラクターっていうのは知ってます。バルトロメオ。もう今にも動き出しそうなバルトロメオ。いやー、いいですね。次行きましょう。こわー。誰だこれ、もう名前が思い浮かべない。あれ、サンゴ礁じゃなくて、誰だっけ、サソリ。はい、次。あ、知ってるよ、これ。サクラチメンアプー。手が長い族のキャラクター。次。お、ワノ国編。川松。はい。おー、チョッパー、ありがとうございます。空島編のチョッパーとなっております。当たり枠でございます。ありがとうございます。ジンベエとかも揃ったからさ、ナミさんとかも欲しいよね。はい。おーっと、めちゃくちゃ胸筋すげえな。レアカード、ジャックです。知らないんですけどね。ドンカード。まだあるよこれ。はい、かぶたね、初かぶりでございます。黒ずみ日暮らし。あ、またまた月もかぶりました。お待ちを。お、ま、お、お、お、連発かぶり。かぶりです。はい。おっと、めちゃくちゃかぶりです。次もかぶり。お、またかぶり。お、なんだこれ、かぶり爆弾。ということは次のレアカードもかぶるのか。デュエスドレイク。あ、キャラクターは知ってる。はい、というわけでドンカードとなっております。当たり枠初のなしでございました。かぶりが多かったです。ドン。ベラミかぶった。お、かぶりのオンパレード。はい、あっとかぶった。はい、お、これ初ですね。ベベン。はい、かぶった。はい、ラディカルベイ。で次がで、おお、ナミさん当たりでございます。ドン。はい、ナミさん。ナミさんの高いやつは出たら1万円ぐらいするやつがね、今出ていますね。いや、ナミさんいいね。今回の当たり枠はナミさんとなっております。はい、はい、ドン。パシフィスタ。クマの大量生産型ロボットですね。次、これかぶりました。ペンギン。あ、シャチですね。シャチの方かぶりました。おアシュラ同時。はい、あ、名前見ちゃいます。クロコダイル。あー、サソリじゃなくてクロコダイル。クロコダイル、ありがとうございます。デンジロー、ワノ国ですね。で、ドンカールとなっております。ドン、かぶり。かぶりですね。はい、かぶり。あ、もうかぶるな。あ、かぶり。はい、ふり。お、お、かっこいいやつだ。ドフラミンゴ個人的に嫌いですけど、このカードかっこいいなと思ってたカードです。ありがとうございます。当たりでございます。そしてドン。はい、はい、かぶり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 。わー、チョッパーかぶり。そしてん、ドレーク。今出たやつがこっちのドレークですね。かぶりがかなり多くなってきました。かぶり、かぶり、かぶり、かぶり。伊豆出てないね。初ですね、ワノ国編。そしてオーバーヒートは、これは初ですね。技カードのドンと。お、来た、ドン来た。欲しかったやつ来ました。通常はこのドンなんですけども、かなり少ない形でドンカードがあります。パラレルというですね、イラスト違いのドンカードになってます。かぶり率が増えてきましたね。で、初ですね、バオファン、ワノ国。はい、お、これも初。ベルゴ、知らないんですね。はい、お、これもまた初。犬嵐。犬嵐と猫マムシ。これ絶対2人でセットで戦うキャラだよね。続いてまた初のキャラ、黒ずみセミマル。あれ、黒ずみセミマル。黒ずみオロチと黒ずみセミマル、この2人も関係してるでしょうね。フーズフーですね。続いて、おお、当たりです。歌。はい、劇場版のヒロインポジションになる歌でございます。ありがとうございます。劇場版も絶対見に行くね。どんどん上げていきましょう。カブリー、シープスホーン、これは初めてですね。技カード、カリブを初ですね。はい、タケレタンシ。カブリー、カブリー。お、銀エモンですね。あ、シークレットレアの銀エモン、当たりですね。ありがとうございます。最初からのカブリー。カブ、さっき出たね。カブリー、桃源白滝。お、これは多分初かな。おでんの技。はい、お、いいね、ゾロ来ました。リーダーカード、ありがとうございます。これは当たりですね。はい、お、桃の助欲しかった。続いて、でん、あとは1、2、3、4、5、あと5枚。あ、よ、お、アルビダ。見送ってめちゃくちゃ美人になったというアルビダ。はい、これのパラレル、このさっきの6枚のやつのパラレルが出てきましたね。これも初。カンジューロー、ワノ国。はい、ババ抜き。これも初かな。
お、ジンベイ。あ、これは当たりですね。当たり。はい。シーサークラウン。これはレアですね。ドンカード。麦わらの一味結構揃ってきたね。あといないのはルフィ来てないな。サンジとルフィ出したいな。いきましょう。はい。おっと、またさっきと同じパターン。え？さっきと一緒じゃん、これ。はい。オフェサーエージェント。あ、これ初ですね。カズリー、カズリー、おたまちゃん。おぉー、ミホーク来たー。ミホーク、ミホーク。かっこいいミホーク。はい、初めて買った POP ゾロを打ち負かしたミホーク、キラキラ光っております。このミホーク今調べたところですね、500円ちょいでした。シークレットレアミホークありがとうございます。と残り3パックとなってまいりました。ショー。はい、カブリー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 。次だ。おー、ありがとうございます。ボンキーディールフィーシークレットレアにドンとなっております。いや、かっこいいね。これが特にね、ルフィのフィギュアで一番好きな。ありがとうございます。これちょっとさ、高いんじゃないかな。あ、これ結構いきますね。1000円ぐらいいきます。ありがとうございます。残り2枚となりました。さあ、エンディングが近づいてまいりました。いきましょう。はい、今日はのですね、カブリ、カブリ、カブリ、ウルズガン。あ、これウルティの技です。ルフィがもう頭突き勝負してますね。ありがとうございます。おー、サンジ当たりでございます。出た、サンジ。お、で麦わらの一味全員揃ったのか。サンジドーン、当たりでございますね。ルフィ、ゾロ、サンジ、ナミさん出たでしょ。でブルック、ジンベエ、チョッパー、ロビン。いや、なんか忘れてるやつね。麦わらの一味ね。で女子キャラクターとマスコットキャラクターと男キャラクターと揃った。はい、じゃあラスト1枚いきたいと思います。ラストいきたいと思います。はい、かぶりですね。最後なんか来てほしいな。はい、かぶりですね。はい、シャチかな、これはペンギンでした。かぶり、かぶり。おお、ボンちゃん来た。当たりです。当たりでございます。ボンちゃん欲しかった。このオカマキャラなんだけど、なんかルフィとの友情が熱くて熱くてたまらんのよ。というわけで次がですね、ドンの前なので、じゃあ行きます。で、あ、技カードかー。はい、どうも皆さん。カイドウの技ですね。雷鳴発見。ありがとうございます。というわけで、ドンカードとなっております。24パックでした。開けさせていただきました。見てください。このゴミの山。はい。すごいですね。韓国とペローナだけですね、ちょっと欲しかったんですけども、出てこなかったというわけでございました。ただですね、かなり欲しいキャラクターが大体出てくれたので、いい引きでしたね。ちょっとレアカード紹介した。モンキー・ディ・ルフィ、コイ・ミホーク、ジンベイ、劇場版のウタ、ドンカード、バラレ、ドフラミンゴ、かっこいいねこれ、ウルティ、このジンベイも結構いい。というわけで、一番レアリティが高いのはこちらのシャンクスとなっておりました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、ワンピースカードゲームロマンスドーン第1弾ワンボックス開封してみました。今後ワンピースカードに関しては第2弾が出た際はまたやっていきたいなと思っております。対戦してえな。札幌にお住まいの方、ワンピースカードを買っている方、もしいましたら戦いましょう。はい、というわけでこの動画は以上となります。また次の動画で会いましょう。はい、お疲れ様でした。購入させていただいて、5000円にフィギュアを5枚のキャラ5個開けていきたい。通常のドン、ドン、ボン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 かぶったね。初かぶりですね。バーソル、いいね。バーソルム、バーソル。この動画、時間どれくらい？ 20 分超えね、これ。サムネ撮ろうか、サムネ撮ろうか。